て、休憩が終わったらスピーキングになります。スピーキングはこのヘッドフォンのマイクに自分の声を録音する形で行われます。でスピーキングにも2種類あって、インディペンデントタスクと呼ばれるものとインテグレーテッドタスクと呼ばれるものがあります。インディペンデントタスクはですね、基本的にはもう短い質問が出て、あなたは夏が好きですか冬が好きですかみたいな質問が出て、それに15秒の準備時間を経て45秒間で回答するというものが1問ございます。で今度インテグレーテッドタスクは何なのかと言いますと、これにも2種類あってですね、何かの話を聞いた上で答える、リスニングの後にスピーキングをするものがあり、それとは別にさらに今度短い文章を読む、そしてそれに関する話を聞いて、それに関して喋る、リーディング、リスニング、スピーキングのこの3つの技能がインテグレートされた問題も用意されています。でそれぞれ回答時間とですね、準備時間も違ってきていて、このインテグレーテッドタスクが全部で3問あることになります。インディペンデントタスクがですね、純粋なスピーキングのテストなのに対し、インテグレーテッドタスクでは、読解力やリスニング力が総合的に問われてくることになります。で準備時間と回答時間がですね、常に画面上に表示されるので、残り10秒、9秒、8秒、7秒でカウントダウンされているので、常に残り時間を意識させられた上での試験になるので、かなり気持ち的にも焦るので、そこが結構ポイントになります。でちなみに回答時間、例えば45秒ってなった時、最後の1秒ギリギリまで喋り続ける必要はありません。残り2秒、3秒余っちゃうぐらいは大丈夫なので、そこは安心してください。でスピーキングの対策について話していくんですけれども、多くの人がですね、ネイティブスピーカーのような綺麗な発音で流暢にペラペラ話そうとするんですけど、はっきり言ってこれは留学生向けの英語のテストなので、ネイティブスピーカーのような完璧な英語は求められておりません。一番大事なのは質問に対して適切な回答を論理的にすることです。ある程度論理的な回答さえできれば、発音が完璧である必要ももうスラスラペラペラ話す必要もありません。回答時間の前に用意されている準備時間を使って、回答のアウトラインをパパッと組み立てて、それに基づいてですね、一貫した回答をすることが大事です。ただ短い準備時間の中で本当に簡潔なアウトラインを使って回答時間分の回答をひねり出すというのはなかなか大変な作業なので、スピーキングの対策をしている段階で短いアウトラインだけで十分な回答ができるように練習しておくことが必要です。でスピーキングのコツがいくつかあるんですけど、まず1個目はですね、コンピューター相手だとしても人と話しているように話すことを意識することが大事です。やはり相手がコンピューターっていう無機物だと本当に自分も結構固まってしまうんですけど、相手が人だと思って人と話すことをなるべく意識するようにしてください。あとですね、こう自分が用意したアウトラインが書かれているメモ用紙をこうやって持って、下を向いて体が縮こまった状態で話す人が多いんですけど、そうするとも絶対リラックスなんてできないので、なるべく、手を前に出してメモを顔の前に持ってきて、こう体をリラックスした状態で本当に人と話しているかのような状態で顔を上げてですね、回答することも非常に大事になってきます。で姿勢を変えただけでだいぶ回答の印象も心持ちも変わってくるので、ぜひ変えてみてください。そして、これは少し上級者向けのテクニックなんですけど、自分に嘘をつくということもあります。特に自分の意見が求められているような設問において、自分が本当に思っていることを必ずしも話す必要はありません。自分がより答えやすい意見、簡単に理由付けができそうな意見を言うというのもですね、戦略の一つかなと思います。ただまあ自分の意見を言うのが一番やりやすいという人はですね、無理に嘘をつく必要はないので、まあこれはできる人はやってみてください。で最後にライティングについて話していきます。ライティングはですね、キーボードにタイプをして回答を入力する形式で、受験会場で使われているのは日本語版のキーボードとは違う英語版のキーボードなので、そこは注意が必要です。でライティング形式にもですね、インテグレーテッドタスクとインディペンデントタスクの2つがあって、この2つの順番、インテグレーテッドの後インディペンデントっていう順番で解き進めていくことになります。でインテグレーテッドタスクはですね、文章を読み、それに関する講義を聞き、その内容を書いて要約するという、リーディング、リスニング、そしてライティングが、まとまった総合的な英語力を取るテストになります。で制限時間は20分で、約150から225文字前後を目安に書いていくことになります。そして2つ目のインディペンデントタスクは、与えられたトピックに関する自分の意見をまとめるという純粋なシンプルなライティングで、30分の中でですね、
300語程度書くことが必要とされています。やはり目安に達しないとそれはそれでライティング力が足りない、もしくはインテグレーテッドタスクの場合は読解力やリスニング力が足りないということにもなりますし、また目安より語数が多すぎると今度は要約する力、自分の意見をまとめる力が足りないということにもなってくるので、この目安の語数はですね、ある程度意識することが大事です。で、対策としてまず一番大事なのは、これすごく根本的な話なんですけど、設問と回答のズレは大幅な減点対象になります。皆さんはですね、回答を書き始める前にもう一度よく設問を読み直して問題の趣旨を必ず理解した上で、回答を書き始めるようにしてください。そしてもう一つ大事なのがパラグラフライティングと呼ばれるテクニックになります。で、具体的に言うと、まず文章を書き始める前にですね、こういう感じの、アウトラインを用意するようにしてください。まずイントロダクションの段落があって、そこで皆さんの文章の主張や内容を簡潔にまとめると。その後ボディパラグラフがあって、ここはですね、文章の具体的な内容や理由付けを3つぐらいの段落に分けてやっていくと。で、最後コンクルージョンパラグラフでもう一度皆さんの主張を、展開していくということになります。で、各段落につき1つの主張というのが鉄則になっているので、特にボディパラグラフにおいてはですね、大体3つぐらい書くんですけど、もう1つのパラグラフに2つも3つも理由を入れるんじゃなくて、1段落につき皆さんの主張の根拠1つ目、根拠2つ目、根拠3つ目みたいな感じで書いていくようにしてください。で、各段落をですね、トピックセンテンスと呼ばれる、その段落の主張、一番言いたいことから始めるというのがパラグラフライティングの鉄則になっています。で、はっきり言ってこのパラグラフライティングって本当に奥が深いライティング技術で、パラグラフライティングだけで本が一冊かけてしまうぐらいなので、皆さんTOEFLのライティングの対策を始める前に、一度ですね、パラグラフライティングって何なんだろうっていうのを調べてみてください。